今日はですね、その夏至直前対策ということで、今日一個だけ、もうこれだけあれば、明日からすごい波に乗るよーということで、めちゃくちゃこれから飛躍しますからね。一個だけ今日一日徹底してそれだけやればですね、もう皆さんの人生が明日からですね、異次元の、次元上昇を遂げることができます。夏至というのは、太陽のエネルギーが最大になる時なんですね。明日はね、ぜひぜひ、今日からでもいいと思うんですが、宇宙儀式まだやってないよという方はですね、今日明日はアマテラスの大御神様とね、つながっていただくといいと思います。そのアマテラス大御神のエネルギーが強い、太陽のエネルギーが強いということは、一番その太陽を受けてですね、たくさんのものが成長していくという時期であるわけなんですね。明日は大いに成長エネルギーが一日中流れていくという日になります。切り替えということの時期になりますから、切り替えの時期というのは大きな流れが転換していく。だからこそ今日丸々をやっていただきますとですね、その転換期のすごい波にあなたが乗ることができ、もう明日以降ですね、ものすごい人生が待っているよということになっているわけです。と同時に、そうやって成長、自分の可能性がどんどん伸びている時には何が起きるのかと言いますと、人間関係のデトックスというのも出てきます。ということは、これまでの自分の波動と違う、波動にあなたが上がってっていってしまいますから、そうするとこれまで仲良かったのにという方がですね、あれ？全然話が合わなくなっちゃった、あれ？これまでうまくいっていたのにということが起きてきます。で、これ身近な家族でも起きてしまうことはあるので、その時にですね、どうぞ無抵抗でいただくということ、この人間関係の取捨選択ということをですね、しっかりと心の中で受け止めてください。明日というのは、この太陽というのは一番何をもたらしてくれるかっていうと、その暖かさをもたらしてくれるわけですよね。太陽に近づいていくと、もっとすんごい暑い状態になるわけじゃないですか。明日はどちらかというと熱いエネルギー、火のエネルギーっていうのが終日待ってます。自分自身が水を飲んでいくということなので、今日ね、私も水を飲んでますけれども、水を飲んで自分を沈めていくということは、とってもとっても明日大切になっていきます。前日の今日からですね、だいぶ熱い感じっていうのは出てくると思いますので、水を飲むということ、これはもうごくごく飲むっていうよりも、ちょびちょび飲むというのが一番エネルギーが高まっていくんですね。白湯でも OK です。で、水をちょっとずつ飲むということも、明日の火の日に向けてですね、気をつけていただければというふうに思います。これが、大体ね、夏至ということに関連して、皆さんにお伝えする注意事点なんですが、ここから、いよいよ本題の、丸々についてお話をしていきたいと思います。ドラムロールいきますよ。ダラ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 。いよいよ、丸々発表でーす。丸々は、ポジ編でございまーす。すべてを、ポジ編、ポジティブに変換するというのが、今回の〇〇でございます。一体何をポジ編すればいいのか、ここからもう夏ということになっていきますので、上半期がある意味終わりに近づいているということなわけですよね。上半期を振り返っていただいて、全部ポジティブに解釈をしてほしいということでございます。いろいろups and downs というふうに英語でも言いますが、紆余曲折がいっぱいあったと思います。いろいろね、今日はもう今年の上半期の総集編ということで、全部のそう嫌なことをポジ変換してください。そうするとめちゃくちゃ宇宙からするとですね、おお、全部ポジティブのエネルギーになってますから、ポジティブのエネルギーだともう受け取れる波動にあなたがめっちゃ高まる、そして感謝も高まる、どんどん
上半期からの流れを超えるですよ。下半期の幸せの嵐が皆さんのところに、なだれのごとく、ドアってやってくるということなんですよ。どんなに大変なことだったとしても、絶対にポジ側があります。絶対にポジティブな解釈というのができます。とにかくポジティブな言葉、心地よい人間関係、心地よいお洋服、すべてポジ変、ポジ変、全部をポジ変してってください。家の中もご自身のこともポジ変、ポジ変、ひたすらポジティブに解釈し直すということですね。これを全部やっていただき、ポジティブな環境を整え、なんでこれもポジ変、どんどんポジ変をしてってください。それをやったらば、太陽のエネルギーが強いと言いました、明日。アマテラス大御神のエネルギーがめっちゃ降り注ぐというふうに言いました。明日ね、宇宙儀式。この儀式の時に絶対アマテラス大御神様と繋がっていただいたらですね、アマテラス大御神のエネルギーが強いということは、これはめっちゃくちゃ実現のエネルギーが高くなっちゃうんです。実現が何でもしてっちゃいます。何でも思ったことがすぐ実現します。だから我慢をしてる人、我慢が実現しちゃいます。なので今からもうポジティブをひたすら今日解釈しておけば、あなたの心の中はもうレティキュラーアクティベイティングシステム、ラスちゃんが、あなたの脳内の証拠集め機能がずっとポジティブに変換するトレーニングをしているので、すべてポジティブに捉えることが、明日までにやっておけば全部ポジティブなことしか起きなくなるから、明日からものすごい流れが出るってことなんです。今日超絶なポジティブトレーニングをしてほしいということなんですよ。なので、ポジ編めっちゃこっから大切っていうことなんでございます。なので、今日の〇〇はとにかくポジ編をやっといていただけたら、ものすごいこの太陽のアマテラス、大御神様のエネルギーに乗って、全部あなたが叶えていくことがめっちゃできてしまいますから、すごい波にふーん、みんなで乗れるということなんです。今日という一日、髪を振り乱してでもいいですから、ポジ変してください。でもポジ変さえしておけば、こっからあなたの人生はめっちゃ幸せになりますからね。今日はネガティブな思い込みを外す祭りの日であって、もうそれがポジ変ってことなんですよ。もう全部あなた自身を根こそぎポジティブに解釈してあげてください。それがどんどん実現していきます。明日ね、ものすごい波に乗っていけますよ。仕事中の方もいいんです。仕事をしながらどんどんポジ変が無意識に進んでいると思っていただければ大丈夫です。で、1時間に1回5分とかでもポジタイムっていうのを作っていただいて、デスクで書き出していただいても結構ですから。で、心の中のポジ変でまずは大丈夫ですからね。自分のことをポジティブに解釈してあげてください。あなたが素晴らしいんです。あなたがそのままで素晴らしいんです。ポジ変をとにかくとにかく、今日もずっとこの後、明日の12時かに、夏至がスタートする前にずっとやり続けてあげてください。それでは Have an amazing day! Bye! Thank you! Enjoy your new week! Bye!